ガラス容器で熟成中のチャンムオイチャンムオイは、ベトナム料理の一つで、塩漬けにしたライムである。ベトナム語でライム、またはレモンを表すチャンと食塩を表すムオを合わせた言葉である。チャンムオイを作るためには、多くのライム、メキシカンライムを使うことが多いをガラス容器の中に、食塩と共に固く詰め、漬物になるまで日光に当てておく。 その過程で、ライムから果汁が出てくる。これが食塩を溶かして、完成したチャンムオイは液体に浸された状態となる。ニューヨークのチャイナタウンで提供されるチャンムオイチャンムオイは、砂糖と水、または炭酸水を加えて飲み物にする。これは、ヌオックチャンムオイ、または炭酸水で作った場合は、ソーダチャンムオイと呼ばれる。ヌオックは水、または飲むことを表し、 ヌオックちゃんは、レモネードを意味する。メニューに記載される場合は、しばしば、チャンムオイと略してこの飲み物のことを表し、英語では、ソルティーレモネード、または、ソルティーリメードと書かれる。チャンムオイの皮と果肉を小さく切って、グラスに入れ、スプーン等で潰してから、他の材料を混ぜて提供する。夏の飲み物として、通常は氷を入れて冷やして提供するが、ホットで飲む場合もあり。 風邪の治療になると信じられている。飲み終わると多くのベトナム人はグラスに残ったチャンムオイのかけらも食べる。ベトナム外ではライムの代わりにレモンを使って作ることもある。最初の市販のブランドはダング用によって作られ瓶または袋入りで東南アジアで販売された。ありがとうございます。